この時間はショーン・テイ・ショーノさんによります朝一番風水寄せでお楽しみいただきます今日はどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにおはようございますロサンゼルスの風水寺ショーン・テショノでございますさて、2018年は犬年でございますねえ皆さんはどんな願いをお持ちでしょうか八番様の境内に住む野良犬の城 人間になりたくて仕方がない。毎日毎日がんをかけておりますと、ある犬年の朝、体中の毛が抜きをして、ついに人間の体になったのです。イエスワンついに人間になったぞ人間っていつもこんな高いところから見下ろしてるんだ。日本橋で立つと高いんだなぁ。 向こうから来るのは、越後屋のご隠居さんだ。越後屋のご隠居さんうわあ、なんだ。裸じゃないか。悪い奴に着物を取られたのかいいえ、私は生まれてからずっと裸です。わんなんで私の名前を知ってるのどっかであったかいはい。今朝もこの境内でおせんべいをいただきました。せんべいありゃ、犬だよ。 そうなんです。私は元犬で、さっき人間になったんです。じゃあお前はあの白か。ワンそうか、それなら放っておくのはかわいそうだから、私の家にいらっしゃい。ああ、これ、んなとこで片足上げておしっこしちゃだめだよ。ワンワンワンじゃなくてハイ、はい、だ。人間になったからな。うちに来たからにはたくさん仕事も勉強もさせてやるからな。 え、仕事も勉強ももすすす。るんんですかだだっったら行行てきますどこ行くんだいもう一度八幡様へ行って犬に戻してもらいます願望が叶っても幸せとは限らないようですが元犬でなければやっぱり叶った方がいいですよね。不水鑑定7水目のお申し込みはドラゴンゴッド USA.com ではまた来週 朝一番風水寄せのお時間でした。ドラゴンゴッドへのお問い合わせはドラゴンゴッド usa.com。来週のこの時間もお楽しみに。